はい。面接よろしくお願いします。はい。じゃあ、自己紹介お願いします。はい。はじめまして。私はティティティです。今年は29歳です。3年の前に実習生として日本に来ました。現在は、熊本県に住んでおります。仕事の内容は、トマトを植えて、そして収穫します。日本で仕事をしながら、もう一回いいですか？もう一回しなくていいよ。今そのまま続けてください。はい。日本で長く住みながら、介護の仕事をしたいと思いますので、本日中、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆいさんですね。ゆいさん、今、どこに住んでいますか？今、神奈川県の川崎市に住んでいます。今、どんな仕事をしていますか？今は、ビザの仕事をできないから、仕事しないです。今、してないですね。はい。技能実習生の時、どんな仕事をしましたか？農業のトマトです。農業のトマト、トマトを何をしますか？トマトを植えて、そして収穫します。わかりました。何時から何時までですか？普通は7時から5時までです。7時から5時まで。残業ありますか？作業、あんまりありません。7時まで何時間働きますか？7時半ぐらいです。1時間半ぐらい？休憩時間何時間ぐらい休憩しましたか？休憩は、お昼2時間、3時間ぐらい。お昼3時間ぐらい休憩しますね。なんで今の農業の仕事を続けないですか？私は日本で仕事をしてながら、暮らしていく中で、日本人がだんだん高齢になり、お年寄りが多くになっています。と思います。おめだ。大丈夫だよ。大丈夫。一人暮らしで、孤独で寂しいということに気づきました。一方に、お年寄りが好きなので、そういう人たちのことを、手伝ってあげたいと思いました。そして、介護福祉士の資格を取ったら、日本に長く日本にいられるので、介護職を希望です。今まで、お年寄り、年配の方、お年寄りの方に何人ぐらい会いましたか？多いです。どこで出会ったんですか？熊本県です。一緒に仕事している方ですか？それとはい。も、知り合い近くいる方？仕事、いっそいます。知り合いもいます。みんな一人暮らしですか？はい。子供一緒にいないから寂しいと気づいてたのね。はい。わかりました。日本に来て何年目ですか？すみません、もう一回お願いします。日本に来て何年目ですか？3年目です。いつ日本に来ましたか？はい。いつ日本に来ましたか？2019年から。2019年からですね。何月？7月。1 月。じゃあ、ちょうど、3年ですね。はい。
is 技能実習生終わりましたか？あ、7月17日終わりました。今のビザはどんなビザですか？あ、ビザは、現在、ちょっと待って。今何ヶ月のビザありますか？90日ビザです。わかりました。入管から仕事探していいよって言われましたか？あ、仕事できません。仕事できないけど、仕事探してもいいよって言われましたか？はい、いいです。わかりました。はい。日本語能力試験何級持ってますか？あ、4級です。4級。いつ受けましたか？はい、あ、去年の7月です。将来は何をやりたいですか？夢ありますか？はい、夢あります。じゃあ、日本に長く仕事をしたいです。夢は何ですか？あ、夢は、夢、どんな夢持っていますか？あ、ちょっと、これ見かわないな。あ、ベトナム語でもいいよ。あ、ウマゴバナディ。あ、ウマゴエマン。Em ở lại đây làm việc lâu dài và có thể đưa gia đình với lại con của em sang bên này ạ. Dạ, Nhật Bản để sinh đến thế, sau đây gia đình cũng muốn gọi bị tài ですね. Hai. Bố mẹ, ông bà, cha mẹ, kết hôn していますね. Hai, kết hôn しています. Có con có いますか? Hai, います. Một người. Một người. Một người. 娘ですか? 息子ですか? Hai, 娘です. 今何歳ぐらい? あ、今7歳です。ルイさん何歳ですか？私今29歳です。わかりました。29歳だと何年生まれましたか？私、1993です。93年ですね。誕生日はいつですか？3月3日です。3日、はい。身長は何センチありますか？あ、155センチです。155。体重は何キロありますか？50キロです。うん。靴のサイズ。あ、いつですか？24ぐらい。24ぐらいですね。はい。今どこにいますか？あ、今、川崎にいます。今の寮は、前の会社の寮ですか？あ、いえ、友達のお部屋です。ですね、友達の心。はい。わかりました。そうだね。なんで介護の仕事をやりたいと思いますか？私、日本に、長く住みながら介護職をしたいです。目標ありますか？目標わかりますか？はい、介護福祉士の資格を取りたいです。はい。日本語何級まで取りますか？2級が欲しいです。いつ欲しいですか？今年は12月3級、したい。去年まで2級やりたいです。2級ですね。あ、来年まで2級やりたい。はい、来年まで。4年は前で。はい。趣味は何ですか？私は趣味は料理を作ることです。あとは何ですか？料理作ることだけ？時々音楽を聞きます。はい。わかります。休みの日何をしますか？私、日本、やっぱり日本語を勉強します。はい、
短所は何ですか？私の短所は、同僚と上手にコミュニケーションが取れることです。ちなみに相手が求めていることや、その仕事の、今漢字読めなかった？今どこ見てる？あ、私今考え、書いて読んでるわけではない。あ、何も書いてない。はい、大丈夫です。はい。はい、あ、短所は何ですか？今調子いい。あ、はい。同僚と上手にコミュニケーションが取れる。短所わかりますか？あ、短所の意味わかりますか？あ、はい、はい、わかります。あ、私、短所は、失敗症で、余計なことを考えがちです。現在、改善するために、しっかりと計画を、立てて行動をします。わ、はい、かりました。じゃあ今日これで、終わりたいと思います。また企業の直接面接してもらいたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。